リーバイ・ライプハイマーは、アメリカ合衆国のビュート・モンタナ出身の元自転車競技選手。ドイツ系の名字であることから、名前もドイツ語風に、レヴィ・ライプハイマーと表記する自転車競技雑誌や、ウェブサイトもある。かつては性を、英語読みした、ライフェマーという表記が多く、現在でも時々、この呼び方を用いるロードレース解説者もいる。もともとスキーの選手であったが、 夏場のトレーニングの一環として自転車を取り入れたのが、きっかけとなり、自転車競技に転向する。アマチュア時代の1995年、ベルギーのステージレース、ツールドナミュールで総合優勝。1996年にプロ登録選手となるが、1998年にアメリカのサターンと契約。1999年にはアメリカ合衆国選手権。 個人タイムトライアルを制覇。また、同年のパンアメリカン競技大会の個人ロードレースで2位に入ったほか、カナダで開催されたツールドブロスでも総合優勝を果たした。2000年、ランス・アームストロングを擁する US ポスタルサービスに移籍。翌2001年のブエルター・エスパーニャでは、総合3位に食い込む検討を見せた。ただし、アームストロングとは、 チーム内では別グループだったため一緒に走ったことはほとんどなかったという。2002年にラボバンクに移籍。ツールドフランスに初出場し、総合8位に食い込む。さらに2004年のツールドフランスでも総合9位に入った。2005年からはゲロルシュタイナーへ移籍。アームストロングが総合7連覇を達成したツールドフランスでは総合6位に入ったほか、 その後のドイツツアーでは総合優勝を達成した。2006年には、ドーフィネ・リベレで総合優勝したほか、ツールド・フランス総合13位、ドイツツアー総合2位、アメリカ合衆国選手権2位、さらにこの年より開始されたツアー・オブ・カリフォルニアで三学賞を獲得するなどの成績を残した。2007年に US ポスタルサービスの スポンサー撤退に伴ってチーム名を変更したディスカバリーチャンネルに移籍。シーズン当初のツアーオブカリフォルニアで総合優勝を果たす。そしてこの年のツールドフランスではチームメイトのアルベルト・コンタドールとプレディクト・ールロットのカデル・エヴァンスを相手に最後まで熾烈な舞をーぬ争いを演じ第19ステージの個人タイムトライアルを制するなど大健闘を見せたが コンタドールに31秒及ばず、総合3位となった。しかし、この年はその後も、ドイツツアーで昨年に引き続き総合2位に入ったほか、アメリカ合衆国選手権の個人ロードレースで、初優勝を果たす活躍を見せている。2008年からは、ディスカバリーチャンネルの解散に伴い、コンタドールらと共に、アンドレアス・クレーデンらが在籍するアスタナへと移籍。 同年2月、ツアーオブカリフォルニアにおいて、総合優勝し、連覇を果たしている。同年のジロでイタリアでは、アスタナのリーダーとして出場したが、中盤ステージ以降、総合優勝を果たすことになる、アルベルト・コンタドールのアシスト役に回り、自身は、総合18位。その後行われたドーフィネ・リベレでは、総合優勝のアレハンドロ・バルベルで、同2位のカデル・エバンスと最後まで競り合い。 総合3位に入った。8月に行われた北京オリンピックでは個人タイムトライアルで銅メダルを獲得。ブエルター・エスパーニャではエースであるアルベルト・コンタドールのアシストを務めながらもタイムトライアルステージで2勝を挙げて総合2位に入る大活躍を見せた。2月にツアー・オブ・カリフォルニアの総合3連覇を達成。3月にはブエルター・カスティーリア・イレオンで 総合優勝を遂げた。同年のジロでイタリアでは、第12ステージの個人タイムトライアルで構想して、総合3位まで浮上するが、南韓山岳ステージとなった第16、第17ステージで、相次いで総合上位陣から遅れてしまい、その後も挽回できずに、総合6位に終わった。同年のツールドフランスにも出場。しかし、第12ステージの残り2トル地点での落ち車に、 巻き込まれ、右手首の修正骨を骨折。その時点で総合4位につけていながら、第13ステージに出走せずにリタイアとなってしまった。2010年、チームレディオシャックに移籍。オメガファーマークイックステップに移籍。10月10日、過去にドーピングを行っていたことを認め。 全米アンチドーピング期間は6ヶ月の出場停止と1999年6月1日から2006年7月30日、2007年7月7日から29日の成績を剥奪する処分を下した。その後、2013年5月にインタビューに答え、出場停止期間明けに新たなオファーがなく、そのまま引退したことを明かした。山岳コースを得意としており、 タイムトライアルでも好成績を残している。対してワンデーレースにおける実績はあまりなくステージレース向きの選手であると言える。ありがとうございます。